ディープシーブルーパールという色は最初に見た時に欧州の高級車の色だって思ったんですね。SJ 型のフォレスターがデビューして、X モードっていうのがこの世の中に初めて出てきた時に、合わせてあの色が生まれたような気がするんですけれども、このやっぱり、照りっていうのはあの独特で、現物っていうのは実にいい色なんですけれども、なかなかあの、うん、地味な存在になっちゃっててもったいないと思うんですね。僕はこの色の B4 も好きで、まあ、B4 も1台持ってるんですけれども、あえてこういうこのスバルブルーの今の新しいあの、STI のカラーではなくて本当の元祖のこのスバルブルーなんです。実はこれ元祖スバルブルーというのはどういうことかっていうと、これのソリッドはレオネ RX が出た時のイメージカラーだったんですね。で、まあ、そういう色がずっと続いてるんですけれども、最も成功した色はインディゴブルーです。でインディゴブルーも、まあ、ブラックマイカというのが出て、レガシー、初代レガシーですね、初代レガシーのブラックマイカ、結構ねこれがあの評判が良くて売れたんですけれども、ただツートンカラーの時は良かったんですが、真っ黒にしちゃうとちょっとねあのドスが効きすぎてて、それでなんとなくあの当時はですね、今はそうでもないんですけど、あの当時はなんとなくあの真っ黒っていうと敬遠されてた節があるんですけども、GT が出た時にインディゴブルーをイメージカラーにした途端にですね、バーンと当たったんですが、あの時もそのインディゴブルーは染まりが悪くて、苦労したんですね。どういうところの染まりが悪かったかっていうとですね、こういうところの染まりが、色の染まりが悪くて、で、ね、売った後随分ね、お客さんからですね、ここちょっと、ね、クオリティどうなのみたいな話もあって、修正したような記憶があります。インディゴブルーでもそのことがあって、あの色はですねあの非常に、美しいブルーでよく売れました。でその色にこれはちょっとよく似てるので、僕はこれはとっても好きですね。このアウトバック、はい、実にですね、クオリティの高い、室内空間を持ってます。クオリティが高いというのはどういうことかというと、中古車としてのクオリティが非常に高いということなんですね。で中古車としてクオリティが高いというのは何を意味するかというとですね、まず一つはあの、まあ、前のですね、オーナーの痕跡を極力ですね、消してあげるということが非常に大事で、まあ、結構ですね中古車っていうと見せかけの掃除はよくクリーンアップってやるんですよ。見せかけはやるんですけども、実は結構ですねあの本気ではやってない、なのでうちとしてもやっぱりオリジナリティっていうのを大事にしてるもんですから、まあ、いろんな道具もそうなんですけれども、やっぱりスキルですよね。まあ、うちの場合はミセスをするっていう専任のやっぱり女性ならではの、あの細やかなあの神経で掃除をしていただける方と、それから、こういう仕事を主にやってくれているのは西尾君ですね。西尾君があのその中古車の全体的な管理をして、商品の品質を維持する、まあ、要するに並んでる間により良くなっていくようにしてくれっていうふうに僕はお願いしてるんですけども、そして、定期的なクリーンアップですね。もう一定期間経つと、まあ、そこにも今一台ね、GDA が置いてありますけど、定期的にこう整備をしたり磨いたり、磨くときはもう全員で、手でですね、もう隅々までこのピラーの内側までピカピカに磨いて、こういうとこです、こういうとこをピカピカに磨くんです。だからこれ綺麗でしょ。こういうところがね見ればね、どういう
使い方してるかすぐ分かるんです。これピカピカで光ってますよ。これ光ってるじゃないですか、ね、これがねやっぱり ねそれが大事ですね。そして、定期的な整備と試験ですね、確認をすると。でまあそういうタイミングが終わったら、最近はテストも兼ねて、ね、お待ちかねの方も多いので、車の紹介を、するわけですね。ね、ちょっとこう最近はねこのマイクをつけるようになったので、逆にマイクが当たって、変な音が出たらねごめんなさいそういうことでですね、今日は、この、5代目レガシーのアウトバックのビッグマイナーチェンジをした後の、FB エンジンの搭載車ですから、まあここにですね、マルチインフォメーションメーター、カラー液晶のねマルチインフォメーションメーターがついたタイプになります。まあ、5万4000キロでね、この室内クオリティですから、本当にね、新車の時のようなあの、まあ、違和感のない、仕上がりになってますけれども、さあこの EPS エレクトロニックパーキングブレーキ EPB エレクトロニックパーキングブレーキ、こいつ便利でしてね、今シートベルトをしてまして、このリニアトロニックのセレクトレバーを D に入れただけで、これ触ってないんですけども、この状態でアクセルを踏めば出ていきます。ですからまあ以前ですね、どうしてもこれ 2.5リットルトルクがあるので、ブレーキを引きずったまま走るっていうことが結構あるんですよね、走っちゃうのでね。そこをこの EPB は防ぐことができると、まあ魅力ですよね。こっちへ来たけれども、そっか、これから西へ向かうとちょっとね、ラッシュになるかもしれませんが、西へ行きます。なぜならば西へ行きます。見てください、吹雪になってます。今日だって気温何度、6度もあるよ。あれ向こう吹雪ですよ、これ吹雪吹いてますよ、あれね。ここら辺のね、あの地形のねなすすり技見て、向こう全然夕日でしょ。ここら辺はねこういう風になるんですよ。ひょっとしたら雨かもしれませんけど、あれはでもね雪まじりの特徴的なね様子ですよね。いやクワバラクワバラ、こっちへ行きます。ね、うっかりね、今のところ左へ行ってればね、この工場からで僕は右へ行っちゃったんですけど、あれ左へ行ってれば向こう行かざるを得ないので、あの天気の中へ突っ込んでいくところでした。せっかくピカピカなのにねもったいないので、こっちへ行きます。さて、このエンジンとトランスミッションの組み合わせは非常に、心地が良いです。で、どんなふうに心地が良いかっていうと、まあ、まず一つは、スバルのその増えてとしてたストロークをきちんと出したあのエンジンでありながら、このエンジンはオーバースクエア型のエンジンで、回転フィールが非常によくて上までシュンと回るんですね。オーバースクエアっていうのはそのピストンのボア径の方が、冠目の直径の方が、工程よりも長いものをオーバースクエアっていうんですけれども、これはどっちかというと高回転型のエンジンになります。で高回転型のメリットは上までシューンと気持ちよく吹けることで、ロングストロークは逆にですね、トルクが出やすい。だからディーゼルなんかみんなロングストロークですよね。トルクが非常に出やすいっていう特性を持ってます。それでスバルとしては 2.5 リットルを徴用するわけですけれども、当然このエンジンを作るときにこれもカチ割りコンロッドの技術を入れてるはずですから、ストロークを、まあ、今までよりもぐっと大きくしたはずなんですけれども、まあ、合わせてですね、ボアが結果的にですね、ストロークよりも大きくなってまして、排気量の関係でね、
で、非常にですねフィーリングのいいエンジンに、仕上がってます。FB 型になって、前の EJ25 とかなり印象が変わってきたんですけども、まあ一つにはやっぱりどことなく4気筒だけれども6気筒のようなやっぱり新しいエンジンですから当然ですよね、6気筒のような静かで滑らかな雰囲気を持つようになった。そういう次にですね、このシームレスなリニアトロニックが組み合わさってますので、まあ美味しいところ同士をですね、食べ合うようなこういうエンジン、まあ、パワートレーンといいますけれども、パワーユニットとトランスミッションの組み合わせになってます。でここからちょっと、ね、S シャープに切り替えます。で今ほどそのなんていうんですか極端なステップ制御はこの頃入ってないので、エンジンのフィーリングとそれに合わせて CVT の強調制御が入ってくるだけですけれども、今3速ですね、4速、5速で、ここからメーターの中に矢印は下へ向いてる、下へ上へ上げられないっていう、そういうことを教えてきます。ボールディングですよね。これ確かこれね、コンチネンタルのね、MC6 がついてんじゃないかな。それでこういうね、綺麗なロードホールディングをしてくれますよね。この先はスプーンのコーナーになってます。独特のね、このBR 系ならではのこのシャシー性能を持ってますけど、これはいわゆるクレードル構造の一回ビッグマイナーで大きく変えてる、味付けを変えてる時のものですので、ビッグマイナー後のね、最初の頃に比べるとやっぱりしっとり感がですねだいぶ出てきてて、最初はね落眼のようなお味だったんですけども、もうそれも和三盆の落眼です。これはね、ちょっとそこはもう少しね、落眼とね、どら焼きの要素を入れたようなね、美味しいどら焼きですよ、美味しいどら焼きの要素を入れたような、そういう仕上がりなんですよね。やっぱあっちも雪降ってますよね、あれ。ここに来るとよくわかりますよね。雪降ってます。御嶽山は今日はもう全然見えないですね。なんか明日は天気悪いんですかね。さあそろそろね、この道路が混み始めてるんですけれども、こういうやっぱり質 の高い車ってなかなか今市場に出回りにくくなってますので、アウトバック この大きくなってからのおおらかなのに乗りたいっていう方いらっしゃったら、これなんか結構ね本当によくおすすめできる車だと思います。まだまだ長く付き合える相棒としてふさわしいね車です。最近はやっぱりどうしても予算だけで選んでいくってことになると、まあ、インターネットの情報にどうしても頼って予算が頭に出てくるのでね、そうなってくるとなかなかその車選びっていうのはシビアなところも出てくるんですけれども、中古車には定価がありませんのでね、でそのやっぱりあまり価格だけで見てしまうとしまったっていう買い物をされる時があって、そういう車が必ずうちへ整備に入ってくるのでね、ちょっとお気をつけになられた方が、最近のね今の市場を見るとですね、
よろしいんじゃないかなと思います。あ、最高のロードホールディングですね。気持ちいい、あ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。アイサイトのあのはみ出し機能のこの警報っていうのは、この上手に道幅をうまく使おうとすると、まあちょっと鬱陶しいなと思う時もあるんですけど、まあ切るよりはね、最近も切るよりも鳴らしておくようにしてます。やっぱり本当にね、役立つ時もありますので、ついうっかりっていう時ありますから。おお、こんなに並んでる、やっぱりもう今はやっぱ、ね、もう時間になったら帰れっていう時代ですから、もうちょっと本当にちょっと過ぎただけで、この工業団地からはもう帰る車で、もうここまで車が並んじゃってます。ちょっとね、そういう意味ではあの走らせるところがね、あまり取れないので、少しあのこの車のいいところとか、この背景なんかをね、あのお話ししたいと思うんですけども、まあ、この BR 系の5代目レガシーっていうのは、開発の指揮を取ったのは、最初の開発の指揮を取ったのはもう立森さんですよね。立森さん、あの月と書いて立森、もう非常に珍しい読み方をする方なんですけれども、あの日本人離れした風貌を持ってらっしゃって、ダンディーなんですよね。だからあのスバルにねいる時にも、その役員でね、あの秘書家の、またね秘書家の美人がね、本当に可愛い人だったんですけどね、今広報にいるんで、ね、最近はね名前を言うとまずいっていうことで、あの本当綺麗な人なんですよ、ね、で僕があの絶世の美女だって言ってね、あの吉永社長に当時言ったら、吉永社長が絶世の美女だってってみんなに言うもんだから、彼女にね、思わずね、あの次に会った時にあのこう、ね、懐かしいですけど、今秘書課で頑張ってます、広報でね頑張ってますから、広報部長がね小松さんなんですよね。小松さんも非常に昔から縁のある方でね、広報頑張ってますよね。あの最近あの候補、スバルの候補すごいなと思うのは、里山を一つね、里山スタジオってやつを作って、こういう SUV をもう撮影したりするのに、自前のね、もうそれも候補が、あのスバルというよりも候補がね、体を張って里山スタジオを作って、そこで、まあ、マスコミも例えば試乗会をそこで、アウトバックとかフォレスターの試乗会をそこでやったり、ちょっと写真撮るときにそこ行ったりする、非常にセンスのいいね、広報仕事をしてますよね。まあ、栗原健三君っていうね、あのね、また広報の中にね、あの面白いねやつがいますけどね、栗原君たちがね一生懸命やってんでしょうね、草刈りしたりね、草刈りしてね、やっぱり地元の皆さんとね、そのうまくね、コミュニケーション取りながらね、その里山スタジオを維持してるんですよってこの間ね話してくれましたよ。そういうことがあって今のね、あのカスケードグリーンの、 あのフォレスターがねすごいいい感じでね取り上げられたりしてるんで、僕は嬉しいんですけども、まあそういうことができるのもやっぱりスバルがですね、あのちゃんと SUV を、まあ、作り続けてきたっていうことがものすごく意味がありますよね。一朝一夕でできるもんじゃないんですよね、この SUV、 ちゃんとした SUV というやつは。でちゃんとした SUV っていうのは何かっていうと、ちゃんとロードフォールディングを持っていて、でちゃんとアクロス走破力もある程度ある、まあ、ある程度っていうよりちゃんとしたアクロス走破力を持ってるんですよ。で持ってた上で高速道路を口笛吹いて走れるってやつがスバルの SUV なんですよね。でそこにあのこの、リニアトロニックを投入してきて、リニアトロニックっていうのはギアがないんです。ギアがなくて摩擦で動力を伝えるっていう、そういうものをこのラフロードで使うこの車もそうですし、それから、まあ、一番重いやつはアセントですよね。
そして、アメリカではウィルダネスっていう、もっとさらにウィルダネスですからね、荒野っていう意味ですから、荒野は疾走するという、そういう車にリニアトロニックでチャレンジしている。そこがですね、僕はお見事だと思ってるんですね。だからこういうところは、世の中にはね、ここで多段式の AT がいいんじゃないかとか、ね、やっぱりDSG だとかっていろんな MT がある中で、一旦やっぱりそのリニアトロニックで車群をかけて挑戦するんだっていうことならば、ずっとそれでいくっていう、その基本的な精神はお見事だと僕は思いますので、リニアトロニックは昔から素晴らしい推進派なんですね。ですからこのリニアトロニックをどん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 磨き続けるっていうことはものすごく嬉しいし、これはインテリジェントリニアトロニックっていう中容量のやつです。で、中容量のものには、まあ、アイドリングストップがついていたり、それから、まあ、物理的にですね、コントロールバルブに汚れがたまりにくい構造になっていて、バスタブ型って、言いますけれども、トランスミッションのユニットの上側に、中の油圧を制御するバルブが入ってるんですね。ですから耐久力も非常にある。で、今度高容量のものに関しても磨き直して、新しい、アセントの頃からですね、牽引、いわゆるトーイングといいますけれども、モーターホームなんかを牽引することも前提にして、リアデフまで含めた全体的な見直しをしてますので、スバルのリニアトロニックはもう本当に日進月歩でなっていると思ってください。そういうもののこれベース、それも2世代目の別の枝分かれした2世代目のものですので、この小型車用としまして、登録車用としましてはね、普通車用ですね、そういう意味合いでいくと、よくできている、これはスバル車の特徴でもあるし、美点でもあると思いますので、リニアトロニックというものの良さをですね、ぜひ、もう一回再評価してほしいなというふうに思います。アクセルの付きもですね、ものすごくいいですよね。これプッていく、これがもうリニアトロニックの特徴です。非常に、ギアが何枚でも作れると思えばいいです。その時に必要なギアが瞬時に作り出せるので、こういう月のいい走りになります。で、こういう走りを求める場合は、さっきから入れたままにしてますけれども、 S シャープ、ね、で今 I にしました。インテリジェントにすると、月よりもなるべく高いギアを使おうとするわけです。それでシュンってつくんじゃなくて、うわーって出てきます。だから回転が高くならないので燃費がいいんですよね。ここを上手に使い分ければいいんですけれども、それが分かってない人はこのインテリジェントモードばっかり使って、ラバーバンドフィーリングだと、要するにワーワーワーってゴムがのバンドがついてるみたいだっていう言い方をする人もいますけども、それは本当の意味ではリニアトロニックを知り尽くしてない、まああまり車に詳しくない評論する人だなというふうに考えてもらえばいいと思います。今のこの S シャープというのは、そのラバーバンドフィーリングというのをなるべく消す方向で制御してますので、ここを積極的に使うといいし、逆にラバーバンドフィーリングで全然気にならないお客さんものすごく多いんですね。それはゆっくり浅く、僕のように走る人の方が少ないですから、普通に穏やかに走る人はもうインテリジェントの設定の方がかえって乗りやすいと、そういう話もいっぱいありますのでね、この5代目レガシーのこの年会後の車の新しいエンジン積んでるやつに乗れ、まあ、選ばれようとする方はそのあたりをよく見て買われるといいですし、じゃあこれがついてないものがすごく性能が劣るかというと、そんなことではないので、安心して買っていただきたいと思います。さあ、ね、このビッグマイナーチェンジした後っていうのは本当にずいぶんフィーリングがね、変わって驚いたんですけども、ね、これやったのは並行して開発してたのが熊谷さんですよね。この車やってる時に実はもうレヴォーグのね PGM として、レヴォーグの初代レヴォーグのね開発見事に成功させられましたよね。だから熊谷さんのねやった足跡を汚さぬようにということでね、五島さんが非常にね丁寧な車作りをねされてますよね。そこも素晴らしいです。さて、ということで、ね、
スバルにはそういう遺伝子を持った人たち、人がですねいっぱいいて、今でも優れた車作りが続いているので、ぜひね、スバルのいいところをこれからもたくさん、紹介していきますので、ぜひスバルを買ってください。ということで今日の動画はこれで終わります。